今日は第2条を読みたいと思います。この親鸞の言葉を記した「歎異抄」の第1条は、これは親鸞の信心のまあ始まりというか、根底みたいなものですね。それに対してこの第2条というのは、親鸞がおそらく83歳か84歳の頃に、この言葉を言っているわけで、それから間もなく親鸞は死ぬわけですから、これは親鸞の信心の最後のあたりの世界を表しているということになります。まあ、この第2条といい第1条といい歎異抄の冒頭に持ってきているわけで、唯円としても非常に大切な世界だと思っていたんだと思います。で、まずその本文を読んでみます。そしてその後で、我々の現在の言葉で、もう一遍、考え直してみたいと思います。おのおの14カ国の境を越えて、神明を顧みずして、尋ねきたらしめたもう御志、ひとえに往生極楽の道を問い聞かんがためなり。かるに念仏よりほかに往生の道をも存知し、また訪問等をも知りたるらんと心にくくおぼしめしておわしましてはんべらんは大きなる誤りなり。もししからば、なんと北礼にもゆゆしき学生たち多くおわせられて候なれば、かの人々にも愛立てまつりて往生のようよくよく聞かるべきなり。親鸞におきてはただ念仏して弥陀に助けられまいらすべしと、よき人の仰せをかぶりて信ずるほかに別の司祭なきなり。念仏はまことに浄土にむまるる種にてやハンベルラン、また地獄におつべき業にてやハンベルラン、総じてもて存知せざるなり。たとえ法然上人に透かされ参らせて、念仏して地獄に落ちたりとも、さらに後悔すべからず候。その家は、自由の行を励みて、仏になるべかりけるにが、念仏を申して、地獄にも落ちて候あばこそ、透かされたて祭りてという後悔も候あめ、いずれの行も及びがたきになれば、とても地獄は一条住みかぞかし、弥陀の本願まことにおわしまさば、釈尊の説教古言なるべからず、仏説まことにおわしまさば、善道の恩釈古言したもうべからず、善道の恩釈まことならば、法然の仰せ虎ごとならんや、法然の仰せまことならば、親鸞が申す旨、またもてむなしかるべからず候か。転ずるところ愚心の信心におきては格のごとし、この上は念仏を取りて信じたてまつらんとも、また捨てんとも、面々の恩計らいなりとうんぬん。まあ言葉としては割合優しい言葉ですけれども、まあところどころ分かりにくいところがありますので、現代語に訳して、説明しながら申し上げますと、おのおの方が日立の国からこの山城の国京都まで14カ国の山河を越えて、神明を惜しまず命を惜しまないで訪ねてこられたその御志は、ただただ極楽浄土に生まれるためにはどうしたらいいかということを私に問い聞かんがためである。ところでこの私が阿弥陀如来の女を呼ぶこと、つまり南無阿弥陀仏と唱えること以外に往生の方法を他に知っており、またその方法を示す経典の文句なども知っていられるのではあるまいかなどと不安に思っていられるのなら、
それは大きな誤りというものである。もしそんな不安を持っていられるのなら、奈良の諸大寺にも比叡山にも立派な学者が大勢おられるのであるから、かの人々に会い立てまつって、浄土に往生するにはどうしたらよいか、よくよく聞かれるがよい。この親鸞においては、ただただ阿弥陀如来の女を呼ぶこと、すなわち南無阿弥陀仏と唱えることによって、阿弥陀如来に助けられよと、善知識である法然上人に教えられて、それをその通りに信ずるほかに別に何にもないのである。その阿弥陀如来の女を呼ぶということが、まことに浄土に生まれる種であるのか、それとも地獄に落ちる業であるのか、私は全く知らないのだ。たとえ法然上人に騙されて、念仏して地獄に落ちたとしても、私は全く後悔などはしない。それはなぜかというと、念仏以外の行を一生懸命やって、仏になるはずであったこの身が、念仏を唱えることによって地獄に落ちたというのなら、騙されたという後悔も起こるだろう。しかし、どんな修行をやっても身につかないこの身なのだから、地獄に住むことはもう決まりきっているのだ。阿弥陀如来の誓願がもし誠のものであるならば、釈尊の教えも嘘ではないだろう。釈尊の説かれるところが誠であるのなら、善導大師の恩釈が嘘であるわけはない。善導大師の恩釈が誠なら、法然の仰せも本当だろう。法然の仰せが誠なら、親鸞が申すところもまた誠であるはずだ。結局のところ、この私の信心においては、この通りである。この上は、念仏をとって信じようとも、また捨てようとも、おのおの方のお考え次第。ただこう読んでみても、非常になんか激しい感じがしますですね。この大事業には、親鸞上人が持っていた、あんまり人に知られていない、非常に強烈な性格が光っているような気がします。私はよく思うんですけども、親鸞上人のお像というのは、正面から見ると優しいお顔に見えるんですけども、横へ回ってみると非常に厳しい顔に見れるんですね。鏡の見栄にしても、庵上の見栄にしても、横顔を映してあるというのは、あれはやはり絵師の見識というもんでしょうか。木造にしてもそうで、正面の顔よりは横の顔の方が厳しい。そしてその厳しさの中に、親鸞上人の持っていた、あんまり人に知られていない激しさ、強さ、厳しさ、そんなものが光っているような気がするんです。そしてこの第二条は、例えて言うと親鸞上人の横顔の持っているあの厳しさが、もうバサッと正面に出てきたというような感じがするんですね。法然上人も親鸞上人も、恩流、つまり非常に遠い地方に流罪になりました。まあ、法然上人は、あんまり遠くには行かれなかったそうですけれども、親鸞上人は直江津の小田ヶ浜というところへ流された。法然が赦免されたのは建暦元年、これは1211年の冬11月17日のことであります。この時法然上人は摂津の勝尾寺というところにおられたそうですが、もう死にかかっておられたんですね。そして翌年正月2日に法然上人は病気になり、25日にはもう離
80歳で死んでいます。この時、同じ斜面上は、おそらく、法然よりもだいぶ遅れて越後の国府に着いたと思います。赦免されたからといってすぐ帰るわけにはいきません。それは親鸞聖人は直江津で絵心理という妻をめとって子供を何人も産んでいたし血のみ子もいたわけで旅をするということができなかったからです。で、すぐに京都に帰ることはできなかった。ぐずぐずしているうちに年は暮れて、やがて法然上人が亡くなったという知らせが親鸞のもとへ届いた。こうなるともう都に帰ったって、会うべき師匠というものはいない。都に帰っても千なし、と親鸞上人は考えたんじゃないでしょうか。私は思うんですけども、京都という町が懐かしいと言ったってそれは法然上人がいるからであります。人間の心のふるさとというものはそこに、自分に関わりの深い人物がいるから懐かしいのでそういう人がいなくなればいくら美しい都でも懐かしいという感情はなくなってしまう。つまり京都は親鸞聖人にとっては帰るに値する町ではなくなったわけですね。もうお亡くなりになりましたけども数学者で文化勲章を受けられた岡清という先生は文化勲章をもらわれた時に吉川英治さんと同時にもらわれた。そして吉川英治さんと親しく交わるようになった。まあ親しく交わるようになったと言ったって、2、3度しか会ってはいないんですけれどもその吉川英治が死んだ時に岡清さんは、東京の色が褪せたと言ったそうですね。最初から東京なんてそう懐かしいとこじゃなかったんでしょう。岡先生にとってはやっぱり懐かしいのはドイツであり奈良であったわけでしょう。しかしまあ吉川英治さんがいるということで東京も懐かしい都であったわけですけどもその人がいなくなると色が褪せた。これは本当ですね。法然上人がいなくなった京都なんぞにはまるで魅力がなかったんでしょう。それで親鸞上人は越後から出て行って関東地方を20年間も放浪するわけですね。関東に向かった時親鸞は42歳になっています。それから20年間親鸞聖人は日立や下総や下野の国やそういう国々を念仏の歓迎をして歩いた。その根拠地は稲田の草庵であったわけです。こうして関東地方に次第に強力な念仏者の集団が形成されていったわけです。関東地方の有名な念仏集団、その中でも最も名前の知られていたのは横曽根の門徒の人たち、鹿島の門徒、千住寺の門徒、この3つの門徒でありました。横曽根門徒は今日の茨城県の飯沼から横曽根にかけて住んでいた門徒たちの集団であります。その中心人物は飯沼の正信という男です。鹿島門徒は鹿島神宮のある鹿島から行方にかけての門徒の集まりであります。その中心になっていたのは純信という男です。